南長岡駅は新潟県長岡市区内八丁目にある日本貨物鉄道新越本線の貨物駅である。長岡市一帯の鉄道貨物輸送の拠点駅で着発線200方式を導入している地上駅である。線路は南北方向に通り、貨物設備は上下本線の西側にある。着発線は5本あり、下り本線の西側に、 着発1.23.45番線の順に並ぶ。着発4番線と着発5番線は E&S 方式に対応した200線で2線に挟まれる形でコンテナホームが一面設置されている。ホームは400メートルほどの長さである。また、ホームの北側で着発5番線の西側に当たる場所には留置線がある。駅北部に解決線があり、 ディーゼルカーによる入れ替えを行っていたが、電化工事が行われ、電気機関車で入れ替えを行うようになった。駅本屋は、コンテナホームの中ほどから着発5番線を渡った、先にある。駅構内の脇にあり、住宅地が近接している。この中には、営業窓口の JR 貨物長岡営業所も、入っている。本線の東側には、東日本旅客鉄道の車両基地である。 長岡車両センターがある。そのさらに東側を上越新幹線が通過している。周辺は住宅地で宮内駅長岡駅間は約3トルと距離があることから地元住民から旅客駅として整備してほしいという意見がしばしば寄せられているものの実現に前向きな動きはない。なお、南長岡駅付近には路線バスの停留所が設置されている。 ありがとうございます。